陸上植物とは陸上に上がった緑色植物の一群、苔植物、シダ植物、種子植物を指す。これは最も競技の植物と同義である。最初の陸上植物が出現したのは約4億5 0万年前のウルドビスキである。陸上植物の定義は系統的なものである。従って、草類にも陸生のものがあるが、そういうものはこれに含めず、逆に陸生のものから、 再び水星に戻ったと考えられる水草は含まれる。陸上植物は陸上で進化した植物群を指す言葉であり、分類学的な用語である。この中には水中生活をするものが含まれるが、それらもこの名で呼んでよい。逆に陸上生活をする草類はこれに含めない。よく似た語であるが、陸生植物は生態学的な用語であり、実際に 陸で生育するものをまとめたものである。ただし、これらの言葉はいずれも一般的な語を組み合わせたものなので、生物学の専門家以外が使う例も見られ、その場合にはこのような区分はない。単に陸の植物として、どちらの語も使われる可能性がある。世代交代を行い、肺具体の中で放肢体の肺が形成されることから、有肺植物とも呼ばれる。 分類群名としてはこの方が適切である。これらの植物群は、車軸もに近縁な淡水性の緑色の藻類から進化したものと考えられている。これらのうちで、苔植物、シダ植物が比較的原始的なものと考えられる。この両者の起源やその関係については、議論が分かれる。一般には、苔植物の方が簡単で単純な構造を持つが、こちらの方が、 原始的であるとみなす決め手はない。しかし、少なくともこの両者は禁煙の先祖を持ち、いずれも個性代オルドビスキからデボンキにかけて陸上に進出し、陸上で進化したことは間違いないものとみられる。これらの植物群はいずれもが茎や葉、根のような複雑な構造を持つ点で、いわゆるソウルより多細胞生物としてははるかに高度な構造を持つ。これは、 陸上生活に対する適応と考えられる。いずれの仲間にも、炭水産の種があるが、ごく少数であり、それらの原始的なものというよりは、むしろ二次的に炭水へ入ったものと考えるべきである。シダ植物、コケ植物は、生殖細胞がアベンオを持ち、そのために生活感を完結するためには有利した水がある環境を必要とするが、栄養体の生活に関しては、 陸上の環境に十分な対応ができている。種子植物はすべて生活間の完結のために有利した水が外部にある必要のない構造を持っている。種子植物にも二次的に淡水に侵入したものがあり、ごく少数が海水にも進出しているが、それらの大部分が生殖のために空中に顔を出さなければならないのは陸上で進化したことの証拠と言っていい。陸上では 生物の体を構成する栄養塩の用の内ン酸化合物が不要性の化合物となったり土壌の粘土鉱物に堅固に吸着されたりして動きにくい状態となりがちであり水中に比べて拡散によって植物のところまでもたらされがたい陸上植物はその進化の最初期よりグロムスモンの菌類と菌根共生を営んできており現在でも 陸上植物の80%以上がこの共生を営んでいるとされている。グロムスモンの菌類との共生関係を断った植物でも別の菌類と別の方の菌根共生を確立しているものが多く、菌根共生を営まない陸上植物は油中や皮床などごくわずかである。植物からはクロムスモン菌類に光合成産物の有機物をクロムスモン菌類は 土壌中に広く展開した菌子体によって集めたリン酸塩を植物に与え合っている。苔植物では単層の配偶体、シダ植物では単層の配偶体と複層の放子体の根、出植物では複層の放子体の根でこの共生を営んでいる。単層と複層の世代交代を行う、また非生殖細胞をも含む生殖器官が発達しており、放子体は 配偶体の生殖期間内で肺として発生する。原始的な、仙体類では、放肆体は小さく親世代に寄生して生きる。シダ植物でも放肆体ははじめ配偶体に育てられるが、その後独立して生育する。種子植物では、配偶体が退化して放肆体に寄生し、結果的には、親世代の放肆体が、子世代の放肆体の肺を育てて、種子とする。他に、 以下のような共通した特徴がある。原生では、車軸藻類と姉妹群をなす。これらにさらに、いくつかの原始的な緑色藻類を含めた、単系統が、ストレプト植物である。陸上植物に近縁なこれらの藻類は、かつては、緑草植物に含められていたが、現在は除かれることが多い。陸上植物は、仙体類と、イカンタバ植物を含む。しかし、 戦隊類はおそらく側系統で、コケ類、全類、つゴケけ類の三つの大きな系統からなる。これに、遺タバ植物を加えた四系統の系統関係は、不明な点が多い。陸上植物四系統の系統関係の小説の、霊ンタバ植物は単系統であり、出子植物、日陰のカズラ植物門、シダ植物門の三群が含まれる。遺タバ植物のうち、 ヒシ植物はシダ植物と一括されることもある。特差類は他のシダ類と形態が大きく異なることから従来独立門と扱われていたが分子系統学からはシダ植物門内に含められる。種子植物はラッシュ植物とヒ種植物に分けられる。ラッシュ植物の単系統制は現在なお未確定である。ヒ種植物は伝統的に 総子用類と単子用類とに分けられているが、分子系統学から、総子用類は、側系統群である。ただし、総子用類のうち、30課程度を除いた残りの数百課は単系統の、新生総子用類である。ありがとうございます。